27番池田まさきです。20問20答頑張ります。犬かな。理由は性格とかが犬っぽいかもしれないです。いろんなことに興味を持って、る子供でした。とマグロのオーロラにとかクジラのオーロラにです。得意料理、オムライスよく作ってました、自粛期間の時は。はい、オムライスかな一番の得意料理は。江ノ島かな。湘南といえばやっぱ海やし、よくたまにドライブしに行ったりしてますね。この今キャンプで出た、キムチ鍋みたいな、いろんなタラとかいろいろ具材入ってたやつですね。見せる？これです。なんかよくわかんない絵です。これも犬です。出身地は大阪で、自慢はやっぱり人が温かくてやっぱり、優しいところ。でもいろんな曲を聴くけどやっぱりゆったりしたテイストの感じが好きですね。しゃべくり7、あとは何だっけ、相席食堂とかよく見ます。自分に自信を持って、周りにいろいろ言われてもしっかり自分を信じて頑張ってほしいです。やっぱでも化粧水とか保湿系オフの過ごし方ですね。やっぱオンとオフの、切り替えは大事だと思ってるんで、それを大事にしてます。あんまこれっていうものはないんですけど、試合前日は体幹を入れたりしてるかもしれないですね。やっぱセレッソの、中島選手とか瀬古選手ずっと一緒にやってたんで印象残ってます。前の推進力と、一瞬のスピードだったり、縦へのスピードですかね。自分はあんまこれっていうのはないんですけど、ヤーマンがいつも This is me みたいな洋楽のやつ流してて、それがよく印象残ってますね。去年以上にやっぱり一体感が出てるなと思うし、それが一番の印象ですか。はい、去年の試合数を上回ることと、よりゴールに絡むことです。はい、まあ、さっきのやつと被りますけど、こうボール持った時の前への推進力だったり一瞬のスピード、あとはボールに多く関わるプレーを見てほしいです。いつも応援ありがとうございます。今年もコロナで大変だと思いますが、熱い声援お願いします。